はい、おはようございます。塚原農園です。今日はほうれん草、また小松菜の種まきをしたいと思います。ここは前回キャベツを栽培していた、ところになります。収穫が終えて、すぐに苦土石灰をまいて、そして化成肥料をまいて、耕しておきました。今日まく品種なんですけども、こちらになります。私が一番ほうれん草の中で好きな品種なんですけれども、坂田の種さんのクロノスほうれん草です。これサイズがいろいろあるんですけど、 M、L とだいたい2つぐらいあるんですね。でこれ私は M サイズを使ってます。これのいいところはすごく収穫がしやすいんですね。この写真のように立生といって、ほうれん草って上にピンと立つタイプと、いくらか横にも垂れる、ね、タイプと2つあるんですけれども、これは上に向いている立生タイプなので収穫しやすい。そして多収なので、この一つ一つの株張りがすごく旺盛なんですね。ボリュームがあります。そしてもう一つの品種がこちら、桜木という品種になります。これもすごく上を向いてピーンと立っていますので、すごく収穫がしやすいんですね。で今は11月、上旬過ぎ、上旬中旬頃に種をまくと、これが、ちょうど1月の、上旬、もしくは12月の下旬頃に収穫ができるということですね。でここ数日気温が高いです。今年も去年も同じように、去年に引き続いて今年の秋、冬にかかろうとして、11月って言ったらもう冬だと思うんですけど、暦の上では冬だとは思うんですけれども、トンネルを昔はやっていたんですが、このぐらいの日中気温が暖かい日が続いているとトンネルは多分いらないですね。でもこれはあくまで気候によって変化しますので、急にもしかしたら寒さが来るかもしれない。そんな時は、一気に冬になった場合は、伸びがいまいちの時は途中でトンネル設置するかもしれませんけれども、今年は多分おそらく大丈夫だと思います。ここまでに、種のまき時期、暦をですね、ちょうど10月の中旬から二重丸は最も適していますよということです。ただ10月の中旬だと、気温が高いのであっという間に伸びてしまいますね。おそらくこれだと今ちょうど収穫できているので、約半月ぐらい、1ヶ月も早くできてしまう。そのぐらいここ近年暖かいんですね。あとは12月の中下旬も二重丸ですね。ただこの時期になるとさすがに収穫時期が1月2月と冬またぎますので、ここはトンネルが必要になると思います。で私が今まくのがこことここの中間ぐらいですね。11月上旬と中旬ぐらいはトンネルギリギリいらないですということですね。ではこれをホッパーに入れます。一袋満タン入りました。ちょうどほうれん草だと3万粒が、ゴンベ入っても大丈夫ですね。これだったらこぼれることはないと思います。ではこちら種まきゴンベ一条まきを使って、一ベッド1メートルの畝幅の種まき、どのぐらいかかってまけるかということで今回やってみたいと思います。まく動画は今までいろいろやってきましたので、だいたいどのぐらいの時間がかかるかということで、今回見ていただければと思います。ちなみにこの一畝の長さはぴったり100メートルあります。はい、ではやっていきましょう。急がずゆっくりやります。いつも通りの巻き方でやりますね。はい、それではいきます。スタート。
種まきゴンベを使って100メートルの長さで1メートルの畝幅、そして今回は6畳巻きでやってみました。今回ゆっくりと、私がよく散歩を朝散歩するスピードですね、で緩く慌てずゆっくりと、ホッパーも確認しつつやったところ、この一ベッド5分ぴったりでした。いや、こうやってまじまじと測ったことがなかったんですけれども、意外とぴったり5分っていうのは、やっぱり早いですね。これだったら10ワルあたり、だいたい種で撒くのが6万粒から7、8万粒ぐらい種撒くんですけれども、30分、ゆっくりと中休憩とっても1時間あれば、種は撒けるということ、いかがでしょうか。
種まきゴンベイの、というものはすごく便利ですね。で、今回今ここ一ベッド種をまいたので、これで一畝っていうのがなんとなくイメージが、まあ、画像の方でも伝わるんじゃないでしょうか。で、そしてこちら一つ間を空けて、こちらが二畝目、なんですけれども、今回は、10月上旬ぐらいに種を中下旬にまいたほうれん草より、この間の通路、ここは広めに取ってます。60センチぐらいでしょうか。もうちょっと取ってるかな。というのも、これまあトンネルをかけないという、まあ、予定で今回種まいてますけれども、まあ、もしかしたら今後11月の下旬頃から急に寒くなったりとか、もしくは大雪が降るなんて予報が出た場合、いざトンネルをかけられるようにと、あえてトンネルをかけるために間を広く取っておいたんですね。トンネルとかをかけなければ、まあ、早い話ここはですね、ただ歩く種をまくための足跡の部分だけ開けれればいいので、ね、まあ、全面破修っていう形になるんですけれども、だいたいまあ年末近くなってくる頃は、ね、トンネルというもの支柱があります。で、その支柱もここをギリギリに立ててしまうと、葉っぱが伸びてくるとトンネルっていうものは上に行くば上に行くほどこう湾曲内側にしてますので、どうしても両サイドの葉っぱがビニールに付着していると、そこが、ビニールで風で揺さぶられた時、もしくは日中高温で熱せられると葉っぱが傷んでしまうんですね。かすれたような色が抜けてしまうので、少しこの溝から開けなくてはいけないんですね、支柱が両サイドということなので、結構この通路を広く取っておかないと、今度これトンネルをしたまま収穫するときに中入っていけなくなっちゃうんですね。なんか間を少し取ったということなんですね。で、実際に撒いたところ、あちらの方まで見ていきましょうか。キャベツを収穫した直後にすぐ耕して肥料も入れてすき込んだところですね。ところどころやっぱりキャベツの残骸の、あの、ね、軸が残ってましたね。それがこれです。まあ、全部が全部じゃないですけど、下の方に入っているものはいいんですが、上の方に浮いたものなんかはたまにカツンと引っかかりました。まあこれ引っかかっても少し種まきゴンベイのタイヤを浮かせて、これかわしてあげればいいだけなので問題気にはならないですね。まあこんな感じで、これは荒療法なんですけれども、荒っぽい技なんですが、こんな感じでいつもやってるんですが、意外と別に普通に栽培できてますので問題なく大丈夫です。これもそうですね、キャベツの軸です。はい、こんな感じでキャベツがなっていたわけですね。で、これ根っこです。で、これが地中まで深く入ってました。で、ここからが葉っぱが出て、ここに玉があったんですね。キャベツスパッと切って、でただ耕しただけなので、ね、葉っぱなどは腐食してますけど、こういった軸がところどころあります。で、種まきゴンベで撒く時のちょっとしたコツなんですけれども、まあ、使っていらっしゃる方は分かると思いますが、まあ、よく陸電の、ね、裏作で後作としてほうれん草などを撒かれる方は、稲わらなどの残骸が、ね、あれ意外と引っかかるんですよね。まあ、それと同じで、このキャベツなどの、またブロッコリーなどを、白菜もそうですけど、耕した後すぐに種をまくと、意外とこういったものが残っていて、これがホッパーのところに、ね、気づかずに、挟まったまま走らせてしまうと、種が全然まけていません。で、最後こちらの奥の方に来た時に、種まきゴンベを持ち上げた時にこれが落ちると、ここで一箇所でバラ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 と落ちたなんてね。いや、若い頃はやっぱりそういう失敗はありました。そういう失敗があったから、ね、こういった環境の中でもやっぱ気にして負けるわけですね。常に、ま、ただ撒いているだけではなくて、撒いている時になんか違和感がある。で、目で見て走らせて足元だけではなくて投入口、なども常に見ていますので、あ、なんか違和感感じたなと思ったら必ずそこを注視してよく見るんですね。で、
足を止めて一回種まきゴンベイを持ち上げる。でこういったものが引っかかっていないのかなと確認するんですね。それをやれば、まあ、普通に種は落ちていきます。はい、で微生物がすごくたくさんこの中に生息していますので、種をまいてほうれん草が10日かけて発芽する間にもこういったものも分解されちゃうんですね。これ地面の中に眠ってますから、これ今微生物がいっぱい食べてるところです。ただトラクターがあるから、トラクターで、ね、ロータリー爪で細かくしただけではこういうふうにはならないんですね。もうほとんどが微生物です。だから微生物の力ってとても大切で、土作りの一環として夏の間に私ここトウモロコシをいつも作るんですけど、トウモロコシの残骸のクズというものはとても微生物が大好きなんですね。そうするとどん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 といい微生物が増えてきます。で逆に深い水がたまるようなとこというものは、やっぱりよそから水がわーっと流れ込んでくるようなとこっていうものは結構難しいですよね。いろいろ自分なりに菌対資材とかも入れていても畑がなかなかふかふかにならない。どうしてもそういったところってあると思います。そういったところはなるべく他からの水害、室外など受けないようにと、畝をやっぱり高畝にするというものは必要ですよね。はい、まあとりあえず一畝だけやってみましたけれども、まあ巻き方は全部同じになりますので、とりあえずどのぐらいの種まきゴンベであったらどのぐらいの、時間で巻けるのかなと、これも参考にしていただければ、種まきゴンベを買おうかなどうかなと悩んでいらっしゃる方も中にはいらっしゃると思いまして、動画にさせていただきました。本当にとても便利です。ですごく丈夫で、で何といってもとっても軽いですね。取り回しがいい、ということですね。で軽トラックだけではなく乗用車、軽自動車にも室内に車内にも入れられます。で今私固定してますけれども、ボルトナットを緩めていただければこれバラすことができます。私は軽トラックに乗せっぱなしなのでテックスビスでビッと固定しちゃってますけれども、ここで持ち手が半分に分解できます。はい、ここだけ外してしまえばすごくコンパクトです。だいたい横の長さが60センチぐらいでしょうか。で縦が、30センチから40センチぐらいですね。すごくコンパクトです。ということで今日はとりあえずほうれん草だけの種まきになりましたが、基本的に小松菜も全く同じ巻き方になります。ただベルトを交換すればいいだけですね。これから私これほうれん草巻いたらあちらの方は小松菜、これから巻いて終わりにしたいと思います。あとはもう収穫までこのままです。防除も何もせず、もう11月寒さ、来てますので、虫も、ね、病気も、そんなにいる時期ではありませんから、発種したらこのままです。いかがでしょうか。肥料をまいて耕して、あとは種まきゴンベでただ種をまく、あとは収穫だけ、とても効率がいい栽培方法、葉物青物の栽培方法、年末から、年を越して、正月1月通りなど収穫できる葉物の野菜の障害になりました。今日の動画がいいと思われる方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。